してやりたいですね。福岡の九州のかき小屋は大抵なんか持ち込み OK だよね。だからいろんななんか変わり種のもの持ち込んだりして。明日は、RKB ラジオですね。で、お昼はね、ちょっとオーディションに行ってきます。頑張ろう。なんかお芝居のお仕事、いつからしてないんだ。ちょっとやばっつしょ。からお芝居してないんだろう、私。ちょっとちゃんとできるか心配やな。あと見て、今日は俺を買ってみたと。知ってます？これ氷グミ、なんか水グミみたいなのも出ててさ、でなんか水グミより氷グミの方が美味しいってレポ見たから氷グミを、ね、見つけたので買ってみました。これ凍らしても美味しいのかもな、もしかしたら。これ気になってた。なんかね、ジャリジャリしてる。なんか見た目がなんか可愛いよね。見て。あ、ピントあった。こういう感じでなんかジャリッとしてる感じ。全然ハード系ではない。ソーダ味で美味しいで。そう、氷砂糖みたいなね、見た目してて。周りにもジャリジャリしてるの、ついてる。駅の自販機にある水ゼリーっての美味しかった。ええー、そうなんだ。どんな感じだった？これはね、感じで、周りがジャリジャリしてる。なんか若干スースーするような気もするの。なんでなんだ。なんかスースーするような気もする。氷グミは普通にコンビニに売ってた。ファミリーマートで購入。今気になってたけどさ、どうなの？氷グミの方が美味しかったっていうレポを見て氷グミの方買ったけど。ねえ、なんか硬いの。ハリボー好き？ハリボー。グミってなんか可愛いよね。ゲーメグミにしようかな。 ハリボーはラジオでは言って、なんかのラジオで言った？私コロロの食感が好き。なんかコロロ私も好きなんですけど、なんかグミ食べたいっていう時よりかはコロロ食べたい時に食べるって感じ。なんかなんかて言ったらいいんでしょうね、あれって。なんか膜みたいなのついてるよね、不思議な。
イカンパニー。めっちゃ丸くない？最近体重計がないから体重で今度事務所行った時に体重測ってみよう。だから壇上の人3、12位のこと見えてない。あ、若ちゃんと結構さバグっとだけ。寒くない？最近早くしたいんですよね。もうスノボは諦めました。本当に今年は新公演とかがかぶっとってさ、あとグラビアとかいろいろあって、だからスノボしたらめっちゃ筋肉痛になるから今年諦めたんで。楽しみ、少し撮りたいな。昨日初ココテンでしたが、ユニットは横から見えてよかった。いたんだ。ピクニック、なんか公園とかで食べたいな。来るからてか今日映画見たんです。フリーガイ、ディズニープラスで見れてディズニー系なんかなっててめっちゃ面白かったです。フリーガイおすすめ。私めっちゃ好きだった。ゲームの世界の話なんだけど、主人公はモブキャラなんですよ。キャラが主人公でモブキャラなんだけど、ゲームのだからずっと同じ生活してたんだけど、ある日自分がなんかモブじゃなくなっていくみたいな話。やばいね、歌唱力ちょっとユニットもあるし個人戦もあるけど、個人の方は練習してるのかな。コメディ系の映画なんかすっごいねポップというか、なんかめっちゃ重たいとかでもないしで分かりやすいから。あーすごい見てる、かっこ決めて、めっちゃ面白かったんだよね。たまたまなんか出てきたか見てみたんですけど、そうよかったですね。でマイティーソーとかのシリーズは全然見たことなくて、ラブ&サンダーっていう最新話だけ見たんよ。でなんかそのマーベル系のやつはずっとつながってるらしくて、話が最新話だけ見たって言ったらええみたいな、よく言われるんですけど、マーベル映画に。そう ANA かなんかの機内で見たんですよ最新話あってて、そう今回は吹き替えで見ましたね。字幕の方がいいって人もいるし、なんかなんだ字幕で見るのもいいけど、まあ、どっちでもいいから、どっちでもいいって感じ。今日本当はタイタニック見る予定だったんですけど、そう調べてみたら福岡の映画館全部売り切れとって、めっちゃ人気なんやって思ってから
で結局フリーガイを見たんですけど、めっちゃ良かったです。そう、ちょっとお菓子とか買ってみたりしてね、このグミとかポップコーンとか食べながら見ました。いいよね、おすすめの洋画って。なんかいいなって思ってて、か本当にゲームの世界の話だけど、めちゃくちゃやっぱ、あ、デッドプールおすすめです。だって高校の時ね、友達が好きって言ってたな。デッドプールめちゃめちゃ好きな人いたんだよ。なんか見てみよう。あ、それこそフリーガイ見ました？同じ人らしいよ、デッドプールの人がやってる主人公。私結構ポップなやつが好きだから、なんかバッドエンド系はちょっとなんか胸が苦しくなっちゃうんですよ。ちょっと感受性豊か系女子なんで。そうなんですけど、だからなんかハッピーエンドというかな感じですごい良かったです。フリー以外おすすめ。そのデッドプール好きって言ってた、あなたにもおすすめ。わかりやすかったね、ストーリーが。ネットフリックスのおすすめの映画も教えてほしいな。めっちゃ好きで、ああいう系が好きやね。うんうん、チャーリーとチョコレート工場いいよね。 ANA 機内やプロポーズ大作戦見てる。あるんだ、見よう。プロポーズ大作戦ってなんだ。 Oh, oh baby, oh lady、愛なくしてしょうがないのやつ、それプロポーズ大作戦。おーベイベイベイ今日もさま、あ、それラストシンデレラだかな。ハッピーエンドがいいね。ちょっとなんか胸苦しくなっちゃうから。あ、おお、それ歌おうか迷ったの決勝で。おーベイベイのベイ愛なくしてしょうがない、ララララララわーもーだいいですね。感情移入しやすい方、しやすい方だと思う。ちょっとなんか泣きそうになったもん今日のフリーガイでもそれ、それ感動系ではないけど、なんかいい感じでしたね。すっごい聞いてみたかったな。ファイナリストライブとかではありかもしれないけど、でも今年は歌わないですね。そう迷ったけど、ちょっと歌詞が詩って感じで、その耳で聞いてさふんふんっていうよりかは、その文字でさ愛なくして情はないとか、ちょっと耳で聞いてるだけだったら伝わりにくい部分がある。その歌に問題があるわけじゃなくて、その歌唱を審査してもらうっていう点でもうちょっと伝わりやすいのがいいかなって思って違うのにした。めちゃめちゃいい曲だよね本当に。1週間後やばいんですけど、普通に感動系の映画見るとめちゃくちゃ泣くタイプです。そうね、私永遠のゼロを見に行ってめちゃくちゃ泣いて、体調悪くなってインフルエンザに関してはめちゃめちゃ体調悪くなったんだよ。その後泣きすぎて、もうかわいいね、リラックマのギフト。一生忘れられないよずっと。グミ、氷グミすぐなくなっちゃった。 100g ぐらいのグミがいいな。なんかお菓子ってやっぱさ全体的に価格高騰してますよね。まあしょうがないのかな。
配信50日おめでとう、イエーイ、うんうん、ジュージがめっちゃハマってたんだよね。ワードしりとりしたいな、歌のしりとり。E.T. キングさんめっちゃハマってましたね。あとはエクスプレスさんの題名何やったっけな、めっちゃいい歌なんだね。レゲエに中学校の時ハマって、レゲエとラップにめっちゃハマった時あって、今も好きなんだけど、何やったっけな、なんとかなんとかなる頑張ろう、タラタラタンタンタンティンタ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 ン、強くなろう、笑っても人生は一度きりっていう曲にめっちゃ励まされましたね。なんか元気が出るレゲエって調べたらめっちゃすぐ上に出てくるようなやつ、何やったっけな、エクスプレスのそれにめっちゃ励まされてたな。おすすめ、KBC ラジオの日曜の番組のお昼の2時台に曲名で音楽しりとりってのをやってる。なにそれは、なんだろう、調べる、だって泣いても、なんだ、池袋ウエストゲートパークっていうドラマがめっちゃ好きなんですけど、それで窪塚洋介さんが出てて、窪塚洋介さんが今あのラップもされ、レゲエかな、レゲエをされてて、マンジラインっていうのは、そのマンジラインの曲とかも聴いたりしてました。そう、モグラの歌だ、エクスプレス。そう、一時期めっちゃパワーがある曲ですね。筋トレの時間ですかって、よし行っちゃおう、筋トレ温まりますからね。じゃあスクワットから 15×3 ね。もう皆さんはもう慣れたもんでしょう。あ、やばちょっと社会の窓が危ない危なかった、しかもこのアングル、じゃあやっていきたいと思います。ハの字に足をハの字に開いて、手は胸ね。15×3 でしたセット目いきましょう。せーの、1、2、4、5、6、7、あ、めっちゃポキポキ言うねんけど。で、この関節がもう、10。11 13 14 15、いや、なんかボクボク言ってるんだけど、はい、1セット目です。これがもう楽々でしょ。3日目、1セット目いきます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15。はい、ちょっと休憩しますよ。小休憩。3セット目いきまーす。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、あとちょっと、10、11、12、13、よし、15。はい、今ね足が結構パンパンになったんじゃないですか。よし、次は腹筋。いいよね。そう、ちょっとルーティンにしてみようと思って、できないことをね潰しておいた方がいいんで。子供かな。じゃあ次は腹筋を 15×3 やります。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。ふう、5秒ぐらい休憩したら2セット目いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。今日めっちゃ上がってる気がする。だって、お、いいです。あと1セット、あと1セットやるよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、あとちょっと、13、14、15。はい、やりました。最後プランク、プランクして今日は終わりますよ。今日は何の歌にしようかな。なんか上がる曲がいいな。エアポッドでいけるかしら。エアポッドでカラオケできるんかな。プロテイン飲んでないの。確かにありですね。夜ご飯まあ抜かんくても抜いてもどっちでもいいけど、それでさ、プロテイン飲めばいいのか。どれにしようかな。やばい、もう何にも思いつかへん。これでいきます。あ、今めっちゃ最後、最初が近いのね。これでプランクいきますよ。エースだからね。はい、せーの、I'm gonna go to the hospital.
B メロです。今日なんかめっちゃマイク近くね、めっちゃ返ってくる声が。言い訳メロディ聞きたいの。あとサビやったら終わりです。もうサビが長い。あっという間かも。この歌5 4 3 2 1。まだ頑張れるなら行きましょう。今2番入るまで5 4 2 1。ああ。思ってたより短かったので。やばい、腕パンパンすぎる。腹筋も鍛えられてさ、腕もさ、腕パンパンになるからちゃんとこうやってやって腕を伸ばしましょうね。今日は1分22秒でした。だって短めだったのかな。じゃあこれ初心者向けだった。割と一緒に筋トレやってて心の鹿お腹がへこんできた気がする。かわいい。まだ3日目。まだ3日目。いい調子よ。それは階段登るの楽になった。おー、なんかいいよね、普通に運動するのね。ちょっと腕回り伸ばして。エビ反りもしてね、ちゃんと。何も見えてなかった。エビ反りしてお腹は伸ばして。ジムはコロナ前行ってたんだけど、コロナ前って全然痩せなくてさ、めっちゃジム行ったのに、でコロナ禍になってさ、運動全くせんくなってさ、家からも出なくなったら8キロぐらい落ちてさ、皮肉なもんです。私の場合はなんか筋肉がね、そんなに、なんだろう、つきすぎとったかな。公園やってたら自然と筋トレになるもんだと思ってた。あと首もね、ちゃんとしとってね。確かに。で、公園がマジでね、結構ハードだけど、違う筋肉の気がする。じゃあランキング見ますね。あと2分ぐらいだ。13位が、13位から、ひろっち、肉、きなこツインテール、はるな、ケネス、ミキティ、ヤマポ、サンガ、プニ、ワカ、サンガ、ノブー。ありがとう。2位が、マサル4869。ありがとう。1位が、ネル。ネルちゃん。ありがとうございます。配信ありがとう。これさ、プランクが一番きつくない？なんかプランクってさ、ほんとに、なんかやりたくないんよね。オーディションの時とかレッスンでやってたけど、めっちゃきついっちゃん。で、結構毎日やったらさ、ね、引き締まりそうな気がする。全とってもいい感じ。ではまた、ちゃんとほぐして寝りーよー。お腹とかね。ありがとうございました。あっという間でした。明日は何かな？あ、そう、オーディションと、夕方からラジオ。そう、ラジオ最終、明日で終わりなの。私のパーソナリティのラジオ。
絶対聞いて、そしてお便り送ってください。サインステッカーも当たるので、ぜひ。そして博多も行ってオリジナル曲もオンエアします。見て、本当に。坂田修大さんの RKB ラジオ。よろしくお願いします。またねー。はい。